どうも、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 こんにちは。はい。なんかね、大物、大物じゃないや。大人数グループ YouTuber みたいなことをしたかったんですけども、まあ一人ではできないので、まあこうやってね、普通に喋る動画は初めてなんではないでしょうか。今からね、この、ここに入ってるコーヒーと、コーヒーね。湯気立ってるでしょ。コーヒーとこの回転焼き、大判焼き、今が焼き、ござそろみたいなね、地域によって全然読み名が違うこの食べ物をね、食べていきたいんですけども、まあいかんせん僕が熱いのものとか冷たいものとか全部嫌いで、何もかも常温で食べたいタイプなので、冷めるまでちょっとトークしながらね、エピソードトークでも披露しながら、冷めるのを待っていきたいと思います。ではエピソードトーク週3つぐらいいこうかな、エピソードトーク3つどうぞ。ピーポーインサイド、さっきエピソードトークするって言ったんですけど、変えまして、今までの人生で恥ずかしかったことベスト3を発表していきたいと思います。では人生で恥ずかしかったエピソードベスト3どうぞ。ピーポーインサイド、これは小学校2年生ぐらいの時なんですけど、まあ僕水泳教室みたいな、スイミングスクールみたいなところに通ってまして、でそこのスイミングスクールがね入ってきまして、で更衣室の中で着替えて、その後プールに入る前に大きいなんか集まり場、たまり場みたいなところがあるんですよね。でそこに行って、コース順と言いますか、何級はここ、何級はここ、何級はここみたいな感じで一人ずつ先生がついてるんで、そこに並んでいくんですよね。でそこでその出席確認をしてからそのプールに入っていくんですよ。だから僕もね、毎日のようにそこに行ってて、で、まあその、着替えるとこ行ってね、で、着替えてたんですよ、そこに並ぶために。で、着替えて、さあ着替えようかーと思ってね、着替えてたらね、はい!ここで、喋りたいトークではなかったです。エピソードトーク、失敗!あー、ピーポーインサイド?そのね、水泳教室があってね、その、じゃ、違う。僕は、その小学校2年生ぐらいかな、水泳教室に帰った時にね、そこの水泳教室が更衣室で着替えてからプール入る前にちょっと大きいたまり場みたいなところがあって、でそこでここは何級、ここは何級、ここは何級みたいな感じで並んでいくんですよ。でその並んでいってから、そこで、まあ、出席確認とかしてね、で出席確認できたらプールの方に先生と一緒に行くみたいな形やったんですけど、それをね毎回やってたんで、僕もじゃあ今日も着替えてからそこ行こうかと思ってね、で更衣室で着替えてからそこにタッタッタッタって言ってね、そこのたまり場の前に大きい扉があってね、そこを開けたんですよ。で開けた瞬間ね、そのめっちゃ笑い起こって、僕開けただけやのに、でふわーすごいみたいな笑い起こって、でね先生もふわーみたいな感じになってるんですよ。で何やろうと思ってね、本当に漫画みたいにね、自分の体をパッて見たらね、全裸でした。はーい、なんとかエピソード成功。はい、意味わからんなこれ、何してんねんさっきから。あー、なんか俺がやりたい YouTube こんなんじゃない。まあ次の話に行きたいと思います。ピーポーインサイド、2つ目はこれはね、いつかな、大学入ってからの話なんですけど、まあその大学入る前はね、もともと大阪の方にいたんですけど、まあ大学入ってからね地方の方に移りまして、そこで一人暮らし始めてね、んでまあ大阪からね、大阪のまあ都会からね地方の方に出てきたんでね、あ田舎やなって感じること多くて、で
田舎やからね、うわ動物とかも出たりするんかなって思ってたんですよ。んで、ある日ね、その夜道をね、一人で歩いててね、パッパッパーって歩いてたらね、なんかね、そこにね、山みたいなところがあったんですけど、山の入り口みたいなところでね、キューって動いてる黒いね、なんか塊があったんですよ。で、うわっと思ってね、俺これ田舎やからこれイノシシやわ絶対と思って、で、うわイノシシおると思ってね、で、けどそっから僕が家に帰るにはその目の前を通らないといけなかったんですよ。けどね、イノシシなんか絶対向かってくるから怖いやん。だからもうずっとね、もう車の陰に隠れたんですよ、こうやって。うわイノシシおるイノシシおるみたいなね。で、僕がこうやって見ててもね、全然動かないんですよ、そのイノシシで。うわやばいな、これ帰られへんなって思いながら、このままね10分様子を伺ってたんですよね。で、けどもう10分経っても全然動かんから、もう気配殺して行こうと思ってね、パッパって動き出した瞬間、それもねゆっくり動き出したんですよ。うわやっぱどうしようと思ってね、けど行くしかねえと思ってパッパッパッパって近づいていってね、まだ動いてるんですよあっちで。近づいていったらね、普通の看板でね、あの僕が動いてて僕の目が動いてるから、そいつも動いてるだけだったんですよね。はい、エピソードトーク成功。こんなんしたんじゃいいんじゃないんやけどな、全然違う俺がしたい YouTube と全然違う。なんかこんな話でもグループ YouTuber やったら周りの人が盛り上げてくれるんかな。一人難しい。ピーポーインサイド。はい、3つ目、あの3つ目はね、この僕就活生でね、今、まあ、終わったんですけど、で就活の時にたびたび東京行く機会が多くて、でその東京行く時に結構いろいろな恥をかきまして、でいつも飛行機で行ってるんですけど、飛行機乗るのも一人で飛行機乗るのも初めてで、で飛行機乗ってね、でまあできるだけ荷物をまあ軽く押さえて、で、まあ、キャリーケースとかも預けんでいいように、できるだけ金額を抑えてね、もちろんその、なんて言うんでしょう、何よ、あの、ピーチとかさ、ジェットスターとかそういう、あの、格安航空車みたいなのに乗ってね。で、ピーチ乗った時に、そのピーチやったら手荷物、機内に持ち込めるのは、7キロ以内ですよ、みたいなのがあるんですよ。で、だからね、その7キロ以内みたいなのを測られるんですけど、僕そんなの全然知らんくて、で、飛行機で保安検査所みたいなとこなのかな、行ったら、パッパッパって歩いて行ったらね、外人の方が、へえ、みたいな感じで、で、まあなんかジェスチャーしてね、その体重計みたいなところに促してたんですよ。で、だからね、僕何も考えずにね、多分それ、手荷物、乗せるやつやったんですけど、僕その体重計の上に乗ってね、60何キロっていう体重さらしてね、めちゃめちゃ外人に笑われてね、で、うわ恥ずかしいと思いながら、一人やから誰もリアクションしてくれへんしね、この YouTube のようにね、本当に恥ずかしかったですね。はい、エピソードトーク成功。はい、もうこんなんしたいんじゃないのに、俺の YouTube、 長いし話いつまで話すねん。ピーポーインサイドということで、エピソードトークは終わったので、もうそろそろね、こいつらも冷めてきてね、いい具合になったんで食べていきたいと思います。いただきます。咀嚼ごくんごくんごくん。あーいいっすね、ちょうど常温で。なんかしかも意味わからん動画撮って疲れたから染みますわ。あー染みるなー。なんかこの YouTube 始めてからね、遊びにも行かないですし、まあ楽しんでね、家にこもって編集したりとか、まあ、ラジオもやってるんで、ラジオも楽しんだりとかしてね。まあ、本当に一人で家に閉じこもってるんですけど、バイト以外の日は。楽しいけど、寂しいなぁ。ごくん、ごくん、ごくん、ごくん。一人でやってる YouTuber さんとかってすごいっすね。なんか僕一人暮らしなんでね、余計に
寂しいですね。ごくん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 。うん、じゃあまあまたね、次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録。